というわけで皆さんこんばんは、開封大好き吉弘です。マジックコンラスベガス出発前動画でございます。いや今回はなんとこの謎の男とラスベガスに行くことになりました。まあ普段だったらね、まあ、相棒がいるんですけど、まあ、ちょっと相棒はね、前回静岡でまあやらかしてしまって、まあジャッジの裁定の結果異例の即日死刑ということで、はい、まあとても残念なんですけど、まあ、それと関係なくね、まあ、今回はまあこの男と行くってこと決まってたんで、まあ、変な邪推はされてほしくないので、まあ、先にそれ述べた限りでございます。で、まあ、今回、まあ、この男が誰かっていうのをね、まあ、皆さんちょっとなんつうんだろうな、ガタイとかから想像してほしいんですけどまあそうね、まあ、当たったらなかなかね大したもんだと思うので、まあ、動画の最後に明かされるので、まあ、皆さん想像しながら、ちょっと今回の、ね、スポンサー聞いていってください。まあ、毎度恒例の、この度にはスポンサーがおります。スポンサー第1社目、クローブベースさんでございます。ありがとうございます。まあ、秋葉原にそびえ立つね、まあ、ラウンジを構える綺麗なカードショップっていうので、なんか最近は深夜も遊べるっていうのがあったから、あの綺麗な空間で朝まで遊べるのはね、多分他ではないバリューだったんで、まあ、利用された方もいるんじゃないでしょうか。秋葉原の電気街口の逆になるんでそうですね、カードショップが大量にあるエリアと、まあ、別なんで、ちょっとね、なんかついでに行くってのには向かないけど、まあ、1日ここで遊ぼうと思った際にはクローブベース最適な場所なんで、ぜひ秋葉原行く際には行ってみてください。1社目クローブさんです。ありがとうございます。で、続いては、まあ、このね、マジックコン、スポンサードでも毎度恒例というか皆勤賞であるグッドゲームさんでございます。ありがとうございます。グッドゲームさんのゴードンさんのご好意のおかげで、もう何回もねアメリカ行っております。ゴードンさん本当に優しい方で、なんて言うんでしょう、まあ、カードショップの経営として合ってるかどうかわかんないけど、時々ねちっちゃい子が来た際にかなりサービスしてしまうっていうのであの辺に住んでるちびっ子たちは相当ゴードンさん好きなんじゃないだろうか。まあ、だからまあ、かなりね遊びやすいお店で、まあ、ちっちゃい子もたくさんいるっていうことで、お子さんがいる方、流山大高の森臭いはぜひグッドゲーム覗いてみてください。ちなみにゴードンさんが単純にマジック相当好きなんで、品揃えも良かったりだとか、あとまあ、購入の際にね交渉とかもできるかもしれないので、まあ、そういった面でもバリューのあるお店でございます。グッドゲームでした。ありがとうございます。で、続いては、まあ、結構僕の動画のサポートをねずっとしてくださっているリトルコンビさんでございます。リトルコンビって知ってるかな、鳥さんは。知らない。あ、知ってた、よかったわ。まあ、こういうストレージボックスに内部ストレージがあって、まあ、取り出しやすく、かつ、まあ、紙のストレージなんで持ち運びも軽くてしやすいというので、まあ、軽くて安くて使いやすいリトルコンビ、まあ、知らない方はぜひこの機会に、注文してみてはいかがでしょうか。僕はかなり好きで家に何個もあって、うん、そうですね、コストパフォーマンスめちゃめちゃいい商品なんで。あと最近は仕切りがカラーになったんで、まあ、デッキごとにカラーを使い分けたりとかで、一応これマジック・ザ・ギャスリング関連の動画だけど、ワンピカードとめっちゃ相性いいんだよね。カラーバリエーションが6個だったから、まあ、そういった意味でね、他カードゲーマーさんにもおすすめできるストレージボックス、リトルコンビさんがスポンサーできました。ありがとうございます。で、続いて、なんか俺だけ喋ってるから、なんかあれだな、ちょっと盛り上がってるかどうかわかんないけど、まあ、鳥さんちょっと喋れないんでね、多めに見てやってください。で、続いてのスポンサー、カードボックスさんです。いや、カードボックスさん最近マジック対戦祭っていうイベントに、まあ、力を入れていて、で、マジック対戦祭はこの動画でも何回か取り上げたんですけど、イカれた還元イベントです。本当にわかには信じられない、なんかこんなことがこの法治国家で起きていいのかって思えるぐらい大量のプライズがばらまかれるイベントで、まあ、行ったことある人は現実にあったっていうので、まあ、周りに伝えてほしいイベントなんですけど、やっぱまだまだね認知が取りたいイベントではあるので、一応12月に大阪でまた対戦祭あるので、まあ、関西お住まいの方なんかは、絶対行ってみた方がいいと思います。正直対戦祭はね、なんか今までの通貨の概念がバグりかねないぐらいのお得イベントなんで、まあ、遠くて行けない以外は本当行く一択だから、うん、次の関西のやつはぜひ関西の人来てください。カードボックスさんでした。で、次のスポンサーです。で、次のスポンサーは東京 MTG さんです。マジック・ザ・ギャザリングとそのアートをねつなぐお店っていうことで、
まあ、アーティストプルーフなんかがかなり多く売ってるから結構ね特殊なお店ではあるんだよね。でさらに最近あの WPN プレミアストアに昇格したっていうので、こっからどん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 東京 MTG さん大きくなっていくんじゃないでしょうか。あとあのついこの間はあのマジックミートアップっていう、まあ、統率者とあとそのアーティスト交流のイベントもやってたんで、でアーティスト交流のイベントってね相当少ないから、なんだろうな、まあ、日本のアーティストイベントってなるとかなり限られてはくるけど、まあ、今後東京 MTG さんがそれを担っていくんじゃないでしょうか。東京 MTG さんありがとうございます。で次のスポンサーが、こちらも、毎度恒例のビッグマジックさんでございます。いやビッグマジックさんいつもありがとうございます。まあ、このねあの、まあ、海外ロケ企画のスポンサー以外にも、あのプレイヤーズコンベンション、まあ、かつて の, そのグランプリみたいな、まあ、そういったイベントにもねあの最近というか、まあ、ずっとやってて認知してる方多いんじゃないでしょうか。でそういうイベント以外にも単純にね、なんだっけ通販がかなり使いやすいので、まあ、今回そのイベント出るに際して、まあ、足らないカードもビッグマジックさんで注文して、まあ、すぐに届いたっていう感じでめちゃめちゃ使いやすいのでぜひ使ってください。ビッグマジックさんでした。ありがとうございます。鳥さん本当に喋んないんだね。喋れないのかな。喋れないらしいねまあ誰かちょっとみんなそろそろ感づいたかな。で続いてがビッグレッドさんでございます。ビッグレッドさんはねあれなんですよね、まあ、九州の、まあ、カードショップで、で、まあ、その店員さんもそのなんぞだろうな、よく行く常連さんとかもみんなかなりの手だりのプレイヤーで、競技的なマジックに力を入れてるお店ですね。で、まあ、その結果、まあ、メモパッドがあるのよね、まあ、マジック・ザ・ギャザリングってあのメモでそのライフ取るのがすごいやりやすいっていうのでメモパッドいろんなところで出てるんですけど、ビッグレッドさんのメモパッドはねむちゃくちゃ使いやすいですね、うん、だからあのねこれはね、まあ、そのスポンサーいただいてるっていうのもあるけど、あの普段使いのメモパッドはもう気づいたらビッグレッドさんだけになりました、まあ、家に10冊以上買いだめしてて、まあ、これより便利なもんっていうのはそう出ないんじゃないかな。まあ、興味持った方はぜひビッグレッドさんのメモパッドを購入してみてください。これは本当に使いやすいです日々のマジック対戦がしたくなるデザインなんで、ちょっと手に取って見てみてください。ビッグレッドさんでした。で次がねこれまた最近お世話になっている、シングルスターさんでございます。シングルスターさんは、まあ、東北の、まあ、マジック・ザ・ギャザリング専門店ではないけど、まあ、マジックにめちゃめちゃ力を入れてるお店で、ってかなんだろうな、なんかその1店舗しか実店舗はないんだけど、そのなんか何千カートンとかを注文して、まあ、それをさばくっていうね、相当なあの隠れマンモス MTG ショップなんですよね。だからねシングルスターさん、あのカードの取り揃えめちゃめちゃいいです。でさらにあのあれシングル予約、最新セットのシングル予約が、まあ、最近マジック・ザ・ギャザリングって、まあ、いろんなバージョンでカード出てるんですけど、まあ、全部のバージョンであのもう最速でね予約を取り行っているので、まあ、次のファウンデーションズとかでも気になるボーダーレス版だったりショーケース版のカードある際はシングルスター覗いてみてください。シングルスターさんありがとうございます。で続いてがですね、まあ、ちょっと、まあ、打って変わってのあの松田精肉店でございます。鳥さんもちょっと驚きを隠せない松田精肉店なんですけど、まあ、松田精肉店さんはですね、まあ、この中だとちょっとね、まあ、あのカードショップじゃなくお肉屋さんというので、あれそんなもいいんだと思うかもしれないですが、まあ、ここのオーナーさんがあのずっとチャンネルのファンというか応援してくれてる方で、でまあ、その結果松田精肉店でもスポンサーをしたいというので、松田精肉店のロゴが、まあ、今回もあの映っております。ちなみに松田精肉店こんだけお世話になってるんですけど、僕まだ1回も行ったことなくて今年中には行きたいと思ってますね。ただあの高知県のね結構離れたところにあるんだよな、だから1回ね行こうかなと思ってその見たんだけど、車がないとねきっついから、だからレンタカー借りれる人と同行してちょっとあの近日中にご挨拶に伺います。あの本当にずっと長らく応援ありがとうございます。松田精肉店さんです。あの高知住んでる方はぜひ行ってみてください。で次が最後のスポンサーですね。で、最後のスポンサーが、アルティメットプライスさんです。もうその鳥も驚きを隠せないような、あのそうです、あのアルティメットプライスさんはあの先月サービスを終了されました。でこれはあのそのサービス終了前にスポンサーをくれてたわけではないんですよね。
そのサービス終了したんですけど、やっぱりあの社長の内田さんがすごい強いマジックへの思いがあって、あの、まあ、活動を応援したいっていうのに加えて、そのアルティメットプライズを復活させたいという、まあ、そういう考えがあって、あのみんな忘れないでという思いで、あの今回スポンサーとしてロゴが載っております。でもやっぱりね、あの内田さん本当にマジック好きで、まあ、今回そのサービス終了にあたっても、まあ、迅速にあの皆さんのカードの、まあ、返送だったり、あとまあお金の送金だったりだとか、まあ、あらゆることにね、その全力を尽くして対応したんで、復活するときはまたあの僕も全力で応援したいと思ってます。っていうか、あのまだ今復活してないけど復活してほしいと思ってるんで、ぜひ、アルティメットプライスは皆さん、あの記憶に残していってください。もうサービスご利用してねって言ってもちょっとサービスはないんですけど、またきっとまた復活すると思ってます。というわけで今回は、この10社さんのスポンサードで、アメリカラスベガスに行ってきます。で、まあ、だいぶ話したところで、こちらの方誰でしょう、ね、結構がたい良さそうだよな。まあ、じゃあちょっとオープンしてもらいましょうか。外してください。多分みんな驚くと思うよ。結構ね、結構驚くと思うよ。暑い暑すぎる汗やばいんですけど。いや、そうだね、それ俺もよく被って撮影してるからわかるけどよく耐えたね。お世話になっております、うん、格ゲー兄弟のチャオズですみんな知らないよ、そのコンテンツ。まあとりあえずあのチャオズでございます。あの名字消えたん、はい、チェってあったじゃん。あれ思想強いからなくしたの。いや、今はチャオズザマニアック。まあ名前変えたんだ。チャオズザマニアックになってます。まあチャオズですね、はい、ほぼ初めましてぐらいの感じじゃない、チャンネルではですか、うん、そうですね、あのもうヨシヒロさんとは付き合っても5年ぐらい。すごい、付き合ってっていうのがいい。お付き合いさせていただいて5年になるんですけど、うん、もう別個でお互い頑張ってっていう感じで、うん、あのね、あの時代を超えた、あの時代を、そうね、あの時代を超えた、あの伝説の時代を乗り越えた2人だからな。すいません、汗だくで、うん、まあ、ただ、まあ、チャオズやっぱりあの時代を戦ってきただけあって YouTube の能力にはまあ長けてるわけなんですよね。そうだから、あの今回一緒に旅したら面白いものが撮れるんじゃないかと思って、うん、決してあの相方があの死刑になったから、あの代打で来てるわけではなくもう最初からあのチャオズのつもりでした。今回はあのずっと何年も一緒に仕事したいっておっしゃっていただいてて、うん、そうそうそうね、やりたかった。でずっとタイミング噛み合わなかったりとかで、うん、僕その全然違う人とラスベガス行く予定だったんですよね、うん、あ、言ってもいいのか、ゴードンさんと一緒に行く予定だったんですけど、あのグッドゲームの社長ゴードンさんと一緒に行く予定だったんですけど、それがちょっとバラシになっちゃって、うん、チケットも買っちゃったよね、うん、ということで、あのちょうどいいタイミングなんで仕事ご一緒どうですかっていうお仕事をいただいて、ホイホイついてきた形になります。そう、しかもあのゴードンさんが買ったチケットもあの譲り受けてるというので、はい、そのスポンサード以外にもあのチケットもいただきましたね。グッドゲームありがとうございますいやでもあのちょっとね、これリスナーさんどうだろうな、チャオズのことどう思ってんだろうな。嫌われてたらどうしよう。6割ぐらい嫌われてるかもしれない。嘘、僕何もしてないですよいや自分を天才だと思い込んでるから何もしてないですよ僕いやだからね、俺今回、はい、いや多分両者その YouTube に対してのさ、なんか思い入れみたいなのあるから、はいはいはい、変にぶつかってなんかあの結果なんかわけわかんないものできるみたいなのだけがちょっと懸念点なのよね。でももう事前の打ち合わせ何回かしたけど、それなくないですか。もういや分かんない、いざ現場が始まった瞬間にいやここはこれでいきましょうみたいになって、いやそんなね、そんなやつ、ちょっと聞いてくださいよちょっと皆さんそのね、多分信用してないんですよ、また。で、僕は結構一人で海外とかも行くで、さっきここ国際線のターミナルの次の時に、上ですよって言ったんですよ。吉川さん、聞き入れなくて、ずんずんまっすぐ行って、で結局まっすぐ行ったら行き止まりになっちゃって、で、そしたら、いや、上じゃないですかって言ってるんですけど、カウンターのお姉さんに聞いて、上ですって言われて、やっぱそうだったって一回なったんですで、その後、その ZIPA さんで今回行ったんですけど、ZIPA さんにその、いつ始まるんですかって、そのチケットの発券の、打ち合わせをしたら、いろいろ言っていただいて、でそれを吉弘さんに伝えたら、吉弘さんがもう一回直接そのお兄さんに聞くっていう、やっぱ信用されてないかなって思って、分かんないちょっと吉弘さんには信用してもらわないといけないんで、ちょっとまだ今日始まって1時間2時間ぐらいしか経ってないですけど、ちょっと頑張らせていただきます。あ、いやいや、はい、まあ、俺別にカッコつけてるわけじゃないけど、誰も信用してないのかもしれないの、もしかしたらあとね、俺の特性として大事なのは話聞いてないのね。はいはいはい、だから初回は信用してないんじゃなくて聞いてなかった。聞いて、まずは LINE も鬼ほどね、スルーされてますからね、うん、そうだね、はい、だから LINE で言ったじゃんっていうのが
あ、行ってたわってなるから、多分そっちだね、俺は。そっち系ですね。もうちょっと、イマインドを目にやっていければ。そうだね、ちょっと頭おかしいやつだと思って、はい、対応してもらえたら。そうなんだよね、なんか今までさ、まあ、海外行ったやつらはさ、全員俺のこと頭おかしいやつだと思って対応してくれてたから、うん、楽だったんだよね。だから今回チャオズには、あ、こういう、こう人間みたいなのではちょっとびっくりするかもしれないけど。でも5年間で分かってますよ。あ、ならよかった。いやでもね、俺結構記録更新しそうだと思うんだよ。今回僕の旅は、まあ、もちろんカメラマンの仕事もあるんですけども、はいはい、まあ、訂正役というか、あ、そうね、ツッコミじゃなくて、うん、訂正をさせていただこうかなっていうことがあるんで、うん、吉弘さんがちょっと危なそうなとこ行くってなった時に、ピシャッ、吉弘さんが暴走した時に、うん、やめた方がいいんじゃないですか、うん、っていう係をさせていただきますので、そこはよろしくお願いします。そうだね、はい、じゃあちょっとそういう感じの2人で今回やっていきます。どうなるかは本当に誰にも予想がつきません。まあ面白いものができたらね、うん、本当に素晴らしいと思うんで、それに期待して、アメリカ行こうと思います。はい。というわけで、まあ、今回ね、撮っていく動画は、まあ、11月の、まあ、中旬ぐらいから、まあ、順次公開されていきますんで、皆さんそちら、どうぞご期待よろしくお願いします。お願いします。では皆さん、またラスベガス編本編でお会いしましょう。さよなら。行ってきます。